YouTube をご覧の皆様、こんにちは。今回はですね、C36C を、リポバッテリー化するにあたってですね、3点のカスタムを施したいと思います。1点はですね、SBD、ショットキーバリアダイオードというものを、モーターのところに並列でつなぐというカスタム。それによって、リポバッテリーの大電流がトリガースイッチに流れる際に接点をですね、焦げて接触が悪くなることを緩和する目的で SBD をつけます。2点目がですね、リポバッテリーで大電流が流れるので、こちらのヒューズ、標準で15アンペアのものがついてるんですけども、こういったものですね、これをこちらの30アンペアのものにしたいと思います。またですね、ヒューズを変えることによって抵抗が変わるかと思ったんですけども、テスターで測ったところあんまり差はなかったので、 0.0 いくつの世界で、抵抗は変わるのかなと思います。この油断する場所がですね、広く大きくなるはずなので、若干抵抗値は下がってるので、トリガーレスポンスも上がるかなと思うんですけど、リポバッテリーで上がるのでね、そんなに差はないと思いますけども、一応、30アンペアに変えているので、リポバッテリーの大電流が流れてもすぐ切れるということはないです。で、3点目がですね、このタミヤコネクタという呼ばれているものを、こちらの T 字コネクタというものに、変えたいと思います。今回はですね、その SBD はですね、モーター線の方なのですぐ取り付けれることなので、こちらの T 字コネクタの作業工程をご紹介したいと思います。ね、T 字コネクタにするメリットといたしましては、こちらですね、海外製電動ガンではよくあるんですけど、コネクタを挿してもトリガー引いても動かないということが G&G の CM16 の時にあったんですけども、若干ですね、この中がどうしてもこのようになっているので接触があまり良くないんですね。どうしても使ってるとどんどん縮んできてしまって、最初は広がってるんですけども、それとあと許容電流がですね、少ないんですね、タミヤバッテリーの方だと。で、この T 字コネクタの方は大きな電流が流れても溶けたりすることがないらしいので、こちらを使用していきたいと思います。バッテリー側はですね、もうあらかじめセットしてあるんですけども、バッテリー側は必ずこのメス側を使用してください。バッテリー側がこの突起だとですね、金属が触れただけで火花が散っちゃうので、必ず金属が渡ってもショートしないように、コンセント側ですね、部屋の壁にあるコンセント側を必ずバッテリー側にしてください。で、反対に接続される電動ガン側を、このオス側、コンセントに対して何て言うのかちょっと分かんないですけども、刺す方ですねを使用してください。作業の手順としましては、こちらにハンダ付けをして絶縁保護をするだけですね。でね、これをね、これでここがバネになってるので、接点をバネで押し広げる構造になってるので、通常のタミヤコネクタよりも接地面が多くなって、接続の抵抗もですね、かなり抑えられるので、結果的に電流が流れてモーターが速く流れるので、タミヤコネクタよりも定格の許容電流も上がって、トリガーレスポンスも向上するので、非常にメリットの多い部品ですので、ちょっとしたことなんですけども、ぜひ交換することをお勧めします。今回やらないんですけども、危ない方はこっち側です。こちらね、注意点がありまして、この動画を見てこれをやられる方はちょっと注意していただきたいんですけども、必ず片方ずつ切ってください。これはね、両方いっぺんに切っちゃうと、ここでショートして、火花も散りますし、あとバッテリー内部でショートすると、バッテリーの中の電池の部分がですね、ショートするとかなり劣化する恐れがあり、下手したら発熱、発火で煙が出るなどのことが起こり得る、かなりの確率で起こるらしいので、必ずショートはさせないように、片方を切ってこの絶縁チューブを入れて、ハンダ付けして絶縁チューブを戻して収縮させる。で、反対をまた切ってこれにハンダ付けして絶縁するという風に行ってください。で、こちらのタミヤコネクタですけども、中に爪があるので、こういう細いドライバーでこのように2箇所両側をこじってやると、
はい、このように抜けます。構造としてはこの真ん中の線に対して両側で広がってるので、線を見つけたらここ両側を潰すという感じで抜けます。反対側の切れ込みはここまでですね。はい、でこのように抜きましたら、かし目を外します。まあね、ここからちょっと金属が硬いので、あ、やべ、飛んでっちゃった。はい、このようにできるだけ先端の方で切ってですね、この皮膚の末端で切るのが望ましいです。ちょっと作業がやりづらかったので視点を変更しました。でですね、カッターでこのここにつけるだけなので、まあ、およそ5ミリぐらいですね、皮膚を。でこれはこのように向こう側に反らせておいて、カッターの刃を押し当ててグリグリする。あんまり強く押さずにですね。そうするとこのように皮膚が、中の線が見えますので、これを今度は90度曲げまして、こうすると、上側が切れてて下側が切れてない状態です。でここに押し当てる。あんまり強い力でやると、一本一本の線のうちのどれかが切れてしまって、結果的に電動効率が下がってしまうので、で今度は反対向けてグッと折り曲げつつ押し当てる。このようにですね、ということをどんどん繰り返していきまして、はい、最終的に折れば多分引っ張ると皮膚を剥ぐことができます。この皮膚をですね、ちょっとこのようにねじっておいてください。はい、完成です。反対側もですね、皮膚ギリギリで切った後、ラジオペンチで残りの金具を切りまして、で同じ動作を繰り返していきます。まず折り曲げて、本当はニッパーでもできたり、あとコードストリッパーというガチャコンってやると勝手に皮膚が剥けるやつもあるんですけど、まあカッターや電工ナイフで皮膚を剥ぐのが一番確実かと思われます。線に傷をつけたくなければですね、これでやることをお勧めします。はい、じゃあだいたい同じぐらい皮膚が剥げたと思いましたら、次の工程に移ります。長々と最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひこちらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。